ニュースのお時間です。ここに来て、小山敬吾氏がタクシー会社に就職すると噂が流れ出しています。それに対して、視聴者は会社に正しい情報を教えてあげないと、会社の不利益になるということから、電話でもしようじゃないかという風潮となっております。最後まで聞いていただきたいのですが、最初の1秒くらいは、就職するんだから応援してあげるべきと思ったのですが、これってブーメランな気がします。 小山氏の言葉や行動からなんですが、以前、大関さんの関係企業へ電話攻撃をするように視聴者をそそのかしていました。大関さん以外にも被害に遭った人もいますよね。まず、これが行動面です。そして、言葉なんですが、大関さんとの裁判で電話番号を出したことなどは取り下げているから問題ないと発言しています。小山氏の言い分としては、違法ではなく、 正当な行為だということです。それを視聴者に置き換えて考えてみるとしたら、視聴者が会社に今までいろんなことを暴露してきたり、攻撃させてきましたと報告するのも違法ではなく正当な行為となってしまうわけなんです。あくまで小山氏の言動を置き換えて考えた場合の話です。すごいよね、自分を正当化したストーリーで自分の首を絞めてしまう行為。それを否定したら、 自分を否定したことになり、嘘をついていたことを認めたことになってしまうわけなんです。まあ、平然とした感じで、やめてくれって言いそうな気もしますが。ただ、その場合、自身がやってきたことが悪いことだったとちゃんと認めてほしいなと思います。そうでなければ、裏天皇が ok した内容を視聴者はやっているだけなので、あれは誤りだったから、やめてくださいって言わないと、ゴーサインは消えません。別に、 いじめたいわけでも何でもなく、自らの発言が今回の事態を招いているわけなんで、生産は必要なのかなって思います。逆に小山氏が謝罪をして、生産したんだったら、視聴者もそれ以降の攻撃は控えてもらいたいとも思います。私の影響力がどの程度あるのかはわかりませんが、生産をすることで、一社目はダメになったとしても、二社目は平穏無事に就職ができる可能性が出てきます。 頑張るんだったら、生産さえすれば大丈夫って援護射撃もありなんじゃないのかなって思ったわけなんです。まあ、どちらにしても、うまくいくといいですね。そして、就職ということは、再建回収のお時間です。家賃滞納、税金、大関さん、宅建さん、その後に、ミッキーさんなどなど、就職できたとしても、結局は、生産って感じですね。でも、何年かかるかわからないけど、 生産が終わった頃には赤いちゃんちゃん子を着ちゃう年齢かもしれませんね。もしかしたら、その前に再起となるのか、どうなんでしょうか。では、チャンネル登録をお願いします。